皆さん、どうもどうもよろしくお願いします。今日も DK です。ではね、今回もエンチャント青見やっていきましょう。ということでね、前回ね、バカな無能の豚の将軍のどこに行ってね、いろいろちょっと話聞いてたんですけど、ストーリーね、まあここに向かっていいということでね、次元上に行っていいということで、その前の2つである鍵をね、取りにしたお寺ってここみたいね。なんだか錆びれたところにあるわね。中は入るか。ああ、私は外で待ってるわ。蜘蛛の巣とか張ってそうだもん。バッカだな。こういう古いところには意外と金目のものがあるのに。いや、私別に金目のものとか興味ないし。カリンは待ってて、すぐに取ってくるからさ。カリンが仲間から外れたって。お邪魔しますよ。なんか本当に蜘蛛の巣だらけね。蜘蛛の巣だらけなんじゃん。で、鍵はどこかな。あ、アツマ、この台座に乗ってるのがそうじゃない。本当だ、持っちゃっていいの。将軍が好きにしろと言った、構わんだろう。じゃあ、いただきます。じゃあ、いただきます。そんじゃ、さっさと外に出るか。え、なんだ今の姫、カリンよ。ぬかった、急ぐぞ、アツマ。なに、ちょっと、なに、一体何が起こった。悪いが、この女の身は預からせてもらう。カリン、てめえら、カリンに何をしやがった。案ずるな、殺しはせぬ。薬で眠ってもらっているだけだ。貴様らカリン様から手を離せ。さもなくば切る。近寄るな。近寄ればこの女の首が飛ぶことになる。何よこいつら、マンモス卑怯者じゃ。マンモス卑怯者。何とでも言うがいい。さらばだ。カリン、クソ、逃げやがった。マジか。追うぞ。通すわけにはいかぬな。忍びの掟に従い、貴様らを殺す。何よこいつら、邪魔ね。蹴散らすぞ。蹴散らそう。カリンめっちゃいるやつが仲間あるから、パーティーから外れてもうたけど、大丈夫なんだな。まあそりゃいいか。3人しかいない。おい、俺せやね。おい貴様ら、カリン様をどうした。我ら忍びの者が口を割ると思うのか。さらばだ。自害したか。自害、死んだってこと。こやつらは捕らえられた時のために口の中に毒薬を含んでいるのだ。マジか。そんな、ちょっとおかしいんじゃないの。死んだらもうお金貯められないのにね。で、どうやってカリンを探せ。おそらく逃げた忍者はあの門の先に行ったと思うのだが。あっち？でも確かに門はあるけど、あっちまで渡れそうにないよ。手前に川があるな。そっか、まずは川に降りられるところを探してみようぜ。あ、アツマ専用のフリアフォース手に入れた。え、マジで？ちょっと習得しとこうなら。で、フリアフォース、一匹いたけ、え？気合剣、へぇ。一匹だけ？ちょっと待って、スキル装備で。ちょ
フォース。グラフフォース変えとくか、これな。フレアフォース。これにしといて、前ね、前というか前回ね、いろいろ、いや、そうやね、前回ね、いや前々回かな。でね、行くところは分かってるんですよ。あれここ違う、あなんか違うとこ来たって思ったんで引き返したんですけど、一応ね、行くところはあそこに、はしご下にあるんで、そこからね、行けるんですよ。ここね。ねえ、アツマ、ここから川に降りられそうじゃない？ほんとだ、はしごがかかってるな。よし、降りるぞ。うん、降りよう。あ、そうや。一旦パーティーもね、一応、入れておきますわ。一旦ね。で、この先行きましょう。まあそこで密会してるっていうね人がいるんですけど、まあそれは関係なく行きましょう。よし、こっちやね。まあね、一度行ったところですから行き方はなんとなく分かっとったんやけど、やっぱりこうやってね、先に見つけてしまっていたっていう、後で行く場所すぐに見つかったっていう、そういうねパターンありますよね、たまにね。さっき言ってしまって、あれ、あこっち違う、あれ後で来るとこかなって思ったら実際いそうっていうでやっていくのがこの中へね。では行こう、忍者屋敷。なんとか門の前まで来れたな。よし、乗り込むぞ。この先はおそらく奴ら忍者の領域。気を引き締めてかかるぞ。おう、引き締めてかかる。よし、この先やね。このまま西なりに行けばよさそうやね。どこかから忍びが戦場になったりするんじゃん。なんとなくそんな気がするよ。こういう木の上に隠れていたりしてさ、それでそのまま戦場になるとありそうな気がするんやけど、なかったか。さすがになかったか。大体忍者でいろんなところに隠れてるもんやからね。よいしょ。出てくんのかやっぱちょっとびっくりした。今まで出てこんかったから出てきたのにびっくりした。あ、これ自爆するやつやんか。いや、もうじゃなくて、まあ、ちょっと、うん、下が戻った。暴れろ。そこから無理。ダリアシールズに変えとこうか。ここはおい、数メートル行ったところで出てくんのかよ。マジか。出てきすぎちゃうか。ちょっと、え、クロイチ大地、はあ、あれ全然違う。ちょっと待って、こいつはやばいって。これはちょっとやばい。ありがとう。ちょ
ゃあ3匹食べた、1匹に、いや1匹に来て一斉にな、ちょっと間違えたからな。揺らせ、とどめな。何かしていかんやろ。結構まだ平気やぞ。マジで待て、ジンの星屑めっちゃもらえるよこれ、すごい。ここでジンの星屑をやっていくんかな。あれ、この扉開かないな。この扉はこの私の超絶テクを持ってしても開けられそうにないわね。なんだよ超絶テクって。超絶テク、表面から素直に入れる気はない。仕方ないわね。どこか他に入れる場所がないか探してみましょう。おう、探してみるということやね。地下道があるということやから、そっちから行けということやね。そういうことやね。よっしゃ、下行こう。よし、この上やね。今周辺どういうこと。周辺って今じゃないよ。ちょっとね、びっくりした。ようやく中に入れたな。だがまだ油断は禁物だ。忍者とは隠密をなりわいとする集団。おそらく屋敷の中にはさまざまな仕掛けが施されているはず。ところでさ、カリンってなんで忍者にさらわれたんだろうね。京都城の前で聞いた話って関係あるのかな。人さらいがどうとかってやつ。ああ、そういや、そんな話聞いたかも。この屋敷のどこかにカリン様が囚われているはず。今はカリン様を救うことだけを考えるぞ。そうやね、そうしとこう。おお、ここか。何もないんや、そこは。これ何？よし、こうしてこれで通れるようになった。なるほど、そういうことね。この中も敵出てくる。マジか。なるほどね。ではよっしゃ、火の力へ。そこか、ヘイ。よっしゃ、一匹出した。成長してるわけよ。成長の使ってるさ。炎よ。うるさい。早いぞ。そのもんね。こっちが受けたらそのまま。で、弱点はあるけど。まあその分はね。まあ。もらえるんか。何もなさそうやな。ちょー出てくんのか。ちょっと待て、向こう行きたい。向こう側行きたいよ。よし、おー、悩むぞ。え、初めて見た敵が。初めて見た敵が。正々堂々戦おう。しかも忍ぼうから使ってくれそうやんか。
しいぞ。1800やからちょっとずつやっていかんと。ダリアシールズもう40、早っ。ちょっとずつ変えていかなあかんかな、これな。そんな気するわ。低くなってきたら違うやつに変えるっていう、その方法でいきましょう。一応ね、あとポセイドンとかもちょっとずつ成長させてるし。これはコア。ほう、三匹で社長対不満で、なんでいつも冬疲れんの？何ハイパーアクセル？マジで？ちょっと待って、痛い。は？またこいつも。ちょっと待って、危ねえ。強制スタートするとかやった。よっしゃ、よっしゃ、グラビティ、フリーズではないよ。よっしゃ、オッケー、倒した。ちょっと痛い。オッケー、倒した。黒いチコは手に入れた。いいね、好きだわ、こういうの。そういうの好きだわ。開く？え？こっちは何？炎の宿りし場所へ灯籠を捧げよう。うん、四の灯火を持って封印を破らん。何これ？え？ちょっと待って。は？何これ？いや、ええー。いや、そこもできてでこへんて。何それ？おう。マジかこれ。それはないわ、さすがに。お、よかった。ふざけてな。絶対攻撃に持ってるやつだな。おっしゃ、リーダーさん。大事なんだ。それやって。いや、マジでいいだって。あれ？意味ない、どっちみち終わんねえから。私まだまだ強くなるから。で、これで行けたしやな、ほんまな。やっぱこれでよかったんや。エーテル回収完了。マジか、これでいいんか。軽っ、マジ軽っ。こんな考える間もなく分かったで。開く？おこれはコアがもらえるか。いいね、いい感じ。今回はなさそうね。暴れろ。絶対攻撃を取るやつ。よっしゃ。ちょっと待って。え、何？
マジそういうのやばぁ。一応入れてるだけやからな、マンスキルは。どうした？ユキヤ倒した。片付けない。マジかこれも。マジ嫌やわこいつら。うちらくちゃ嫌わ俺ほんま。大地嫌いてるな。結構苦手なところがいいんだよ。役に立つってことやね。そういうこっちゃ。うわ、7000もマジで。歌舞伎コアを手に入れた。歌舞伎なんや、名前。何？おせん TV かい。こっちには何もない。で、こっちに行くと。あれ、開かない。え、開かんのかよ。ちょ、マジか。なら知らないな。さっき進んでいこう。物見？え、何これ。あ、エーテル注入すればいけると。お、上に行け。あ、上に行くのこれ。まさか上に行くとは思ってなかった。ちょっと待って、こっちでも何かあるで。あ、これでまたエーテル注入するとこあるから、何か注入すればしたらあかんということか。まあひとまず上行こう。今のところできることは全部やってるからね。長いな、はしご。このはしご結構長いな。この先か、2階。忍者屋敷2階。え、こっちから行くか。あ、こっちしか行かれへんか。あ、そういうことか。こっちしか行かれへんのか。これあるから。ちょっと待って。マジかこれ。こんなとこでも出てくるのか。マジかよ。お、ドイツからやるか。第一種。知らないやつが。よし、大おい、大地やべえな。ちょっとやばい、後ろやばい。扉が開かなくなってるのか。して、え、何どうすんのこれ。は？いや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 。え、どうしたねこれ。え、できること全部してん。え、どうすんの。キングオブゴールド。もしかしてあれさ。勇気登場。なんとなく。どうした。ロシャー見えた、見えた、ロシャー終わった、うん、あ、これは知らないな、あ、死なろ、この子もちょっと知らない。許せ、消えろ消えろ、ほんまに、うん、ありがとうございます。あ、始まった。勇気やばい、シールスもやばい。まあ別にやばくはないんやけど、一応あの VP 回復させるやつは持っておくから。え、どうすりゃいいんこれ。え、ちょっと待って、今ちょっと、え、どういうことこれ。え、なんか他にあった、どっかに。いや、ないよな。
あれ上行ってさ、あそこに繋がってるだけやんか。え、他にどっかある？あ、な、ちょっと待って。なんかありそうな気する、どっかに。ちょっと待って、探すとこまで待ってんの。ちょっと待って、マジで、やばくねえか。見落としてる俺。ちょっとそれがちょっとわからんわ。一旦ここまでしときますかなら。ちょっとほんまにわからんしね。うん。まあこれを降りたところで終わりにしましょう。なんでこれはしご登降りたんや俺。だいぶ時間かかるよそれ。まあ一旦今回はここぐらいにこれぐらいにしときましょう。ではご視聴ありがとうございました。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。